おはようございます。ハワイトーコナです。ずっとパッとしない天気なんですけど、海側やっとちょっと青くなってきましたね。ごめんなさい、今朝ごはん食べながら運転してます。今日の朝ごはんはプロテインバーとさっき食べて、今栗まんじゅう食べてます。栗まんじゅうかい、おいしい。日本で買ってきたやつです。なんかあのスーパーとかで売ってるなんかこう98円ぐらいのすっごい安いやつなんですけど、日持ちするんですよね結構ね。なので買ってきて美味しくいただいてます。わー、今日も忙しいです。あー、うーね、今日はね、今日は日曜日なんで、結構物件見に行きたいんですよね。たくさん見れるんで。だけどもういい加減ちょっと最近波乗りしてないんで、ちょっと波に乗りたいんですよね。さっきもね、姉さんとなんかちょっと I'm feeling fat っていう話をしてて、なんかデブな気持ちがするっていうね。だって運動してないからなんか体が重たいんですよね。なんかこうなんかうーっていう、仕事して波乗りして一日の終わりになんかこう疲れ果ててるのってすごい気持ちがいいんですけど、なんか仕事だけして疲れ果ててるとなんかねちょっとやっぱり違うねえ。あー、栗まんじゅう美味しい。そうそう、姉さんに今回お土産、あのピスタチオのスイーツが好きだって言うんで、デパ地下のちょっとなんか素敵なこうピスタチオチョコレートを買ってったら、やば、激うまって言ってさっき喜んでて、よかったです。食べるって言わないからよっぽど美味しいんだと思ういるって聞かれないもん、独り占めしてる。ナイス。よし、ちょっとパインズ見に行きます。皆様ご一緒に。そのうちね、あのちょっとそこの松山ストアでも覗きに行きますか。帰りですね、余裕あるかな。車返すとき、レンタカー返すときはどうしてもここでガソリン入れるしかないからね、一番近いから、その時にちょっと覗きますから。あとあれだ、オーテックにここにねちょっとね友達とあのアワビ屋さんを見に行こうと思ってるんで、お楽しみに。おさらいです。空港方面からパイントリーズに行く時はここです。左手にねあの青っぽいなんか青緑のマウンテンコーヒーが見えてくるんで、であとガソリンスタンドですね、ここを、この信号の名前ちょっとよくわかんないですけど、ヤシの木がわーっとあってね、小花駅ビーチリゾート、フリコアドライブ多分誰も知らないです、ローカルは。ここの信号の名前、ここを入っていきます。であとはずっと道なりでございます。Google マップとかで、小花駅ビーチパークで、検索すると出てきます。でもうあの難しくはないんで、それでずっと、ナビついてってください。ヤギさんたちがいっぱいいるわ。おはよう。あら、ベイビーがいること。これ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 、
今7時半なんですよね。8時9時1時間、まあ1時間あるかな。ちょっとね、10時に人と会う約束が、お客様と会う約束があるんで、10時までにね、コスコの近くまで、コスコのとこまで行かなきゃいけないんですよ。だからまあ遅くとも9時半には上がんないとねっていう。9時半じゃ間に合わないかな。うん、アイラブ湘南あります。スカッとしないけど、ここ最近では一番まともな天気かな。なんかね、体調万全じゃないですね。波乗りしてないから体がこうなまってるとか、そのあ、でも悪くないな。いや、もう入ろう。いい加減。ちょっと水に浸かろうかな。ね。うわ、潮引いてるな。いや、文句がないです。文句がないです。もうちょっと一瞬ゲットウェットしてこようと思います。いや、混んでるね。みんな止まってたんだろうな。違う。もうキャンピングでしょこれ。ずいぶん混んでますね。日曜日の朝だもんね。うん、ちょっと波あるし。あ、いいじゃない。ご飯作ってますね、皆さんね。キャンピング組よし。うわ、混んでる。もういいや、ちょっと本当に1、2本乗ってきます。嬉しい。もうノールックゴーします。ノールックゴー、見もせずに行きます。波チェックなんかしないよんだ。このまま行きます。ではでは、行ってきまーす。お疲れ様でした。最高です、最高です。わー、スカッとした。波はね、最高じゃなかったんですけど、あの、とりあえず久方ぶりに塩水に浸かって、え、あの、スカッとしました。 I'm feeling fat っていうのがちょっと落ち着きましたよ。なんか体が軽くなった気がします。定期的にやっぱりこうね、コンスタントに運動してた人が急に運動しなくなるとガタがきますよね。いや、風がなくてやっと、あの、ちょっとコンディションが割と良くて、めちゃくちゃ混んでたんですけど、まあ、全然気にしない、気にしない。よかった、よかった、本当よかった。いや、ちょっとね、これから、今日はね、ものすごいやっぱりいろいろ仕事があるんですけど、1軒目は今からちょっとコスコの向かいにある、ちょっとね、家具屋さん、おしゃれ家具屋さん、高いんですけど、イケア風、いや、高級なイケア風って感じかな。うん、ちょっとそこに行きましょう。私が今ちょっぴり怯えてること、それは今ね、この小花駅のこの一本道、ハイウェイに向かうこの
このね、ここノロノロ走るんですよね。スピードバンプっていう、この道路に、わかります？あのボッコンっていうスピードを出さないようにっていう、あのスピードバンプっていうんですけど、バンプってあのこう何デコボコって意味なんですが、それでこうね、こうスピード出せないようにここ直線になってて、でさっきからこのね、今9時、まあ、10時前なんで、ビーチにやってくる人がこうね、みんなこうここなんかスローにノロ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 、はい、もうお察しの通り、私前から、ね、こうすれ違いざまにこうスローに運転してる時に誰かに会いたくないなっていう、今もう本当に神様お願いやめてってすごい考えてるんですけどお願いします、ここ脱出するまで。あのなんていうの、例えば街中ですれ違うとかね、ああいうパインズでちょっとこう本当にすれ違うって、多分車も分かんないし、あの知らんぷりできちゃうんですけど、このスピードで今時速ほんと10キロぐらいで走ってるんで、このスピードでのっそりとすれ違っちゃうとなんか会っちゃうよねっていう、なんかすごい嫌なんで、はいはい、というわけで今小花駅のところを出て、今からとりあえずちょっとコスコの方に向かっていきます。で、せっかくなんでそのね、家具屋さんこんなだよっていうのを、まあ、ご紹介しようかなと思いまして、はい、やっぱなんか変な天気ですね、ほんと。まあ日焼けしなくていいんですけど、ちょっと私色が黒すぎるんでね、ぐらい遅刻しますね。はい、今このコスコのところを、向こうから行った方が良かったのかな。まあどっちでもね。なんですけど、ここです、ここね、アッシュレーホームワールド。こちらでございます。こんな感じでございますのよ。あのね、ウェブサイト見ると結構ふわーっと、お友達がいます。おしゃれですよね
展示品以外はね全部取り寄せとかカスタマイズとかオーダーとか。高いよね。でもね、でもすごい質はいいんですよね。あるやつ以外はね、まずすっごい時間がかかると思ってください。もうおしゃれですよね、こういうのね。でもね、高いんだよね。椅子5万円です、これ1個ね。それから机もこれ10万、12万ぐらい高いですよね、多分ね。ニトリとかと比べると、イケアとかと比べると、この机もね、これ7万、8万ぐらいですね。$559。でもおしゃれですよね。めちゃくちゃおしゃれですよね。お高いんですよ、なんでも。でも素敵なんですよね。はい、という感じでね、アシュレイと、ホームワールド、でございました。高いですけど、まあおしゃれな、家具がたくさんございます。はい、在庫がないとね、結局、まあ、お取り寄せでめちゃくちゃ時間かかります。はい、特注でね、あのカスタムオーダーでいろいろ作れますけど。というわけで、お疲れ様でした。こんにちは、コストコさん。いや、こっちから行こう。はい、今ね、コストコの向かいの家具屋さんをちらっと覗いてね、あのイケアとかニトリとかあったらいいのにって思うけど、なんもないっすちなみにあのイケアって確か、あれ北欧の何でしたっけ、スウェーデンのあっちの方の正しい発音で確かイケアでしたよね。違うっけ。だけどアメリカではアイケアって言うんですよね。アイケアそう、あのアイケアとかないんでね、お取り寄せになりますね。はい、何しろね、ちょっとあのあいにくの天気がちょっと続いてますけど、今日は今からちょっとコーヒービラの方に行きます。ではでは、お疲れ様でございます。今ここは、粉コーヒービラでございます。失礼、粉コーヒービラとか言ってね、なんか今めっちゃ日本語でしたね、ビラここね、天気の時もめちゃくちゃビューがいいんですけどね。今ただ見たユニットは残念ながらちょっと絶景ではなかったですね。駐車場ビューでした。うん、なのでまあちょっと残念っていうかね。ん、あなたは止まってるのかな。 OK、 あーガコガコ、失礼。これからね、ちょっと今日はまた限界に挑戦チックにめっちゃいろんなもの見に行くんですけど、天気がねパッとしなくてね、本当に残念なんですけど、カナロアのね、ちょっとすごい、あのうわこれいいよねっていうバケレンでなんか分回しできるあの素敵なユニットがあるんですが、ちょっとねまだやってないんですよね。なのでちょっと後で戻ってくる形かな。もうケアホーすぐそこだから、今
ケアホーに行きたい気持ちは山々なんですが、ちょっと、別の物件を先に見に行きます。場所はね、クワキニの分岐してるあたりですね。シービラとかがあるあたりでございます。はい、ちょっと向かっていきます。ね、あいにくの天気で、これね、スカッと晴れて粉ブルーって感じだったらもう意味なくただひたすら動画回しとくんですけど、ちょっとね、一応止めちゃいます。はい、はい、今ですね、ラコストリートを海側に降りてきたところでございます。この辺りもね、本当にあのロケーションもいいし、ビューもいいし、あの歩道のあるサブディビジョンでございます。さっきあのクワキニの方って言ったけど違いましたね。そっちかなと思ったんですけど、あそこ私の好きな家だ。すっごいなんかモダンなやつ、コンクリート機能。さてさて、どこでしょう。あ、これか、ここですね。はい、な、ではちょっと見ていきましょう。お疲れ様でございました。今ね、ちょっとお値打ち物件でしたよ。レトラキュートなね、とってもお値打ち物件、拝見しました。可愛かったです。そうそう、さっき私が、あ、私の好きな家って言ったのは、このストップサインの向こう側にあるあのグレーと木のやつです。で、個人的にこういうの好きなんですよね。これこれこれ、ちょっとかっこよくないですか。この辺りがですね、いろんな名前のサビディビジョンがあるんですけれども、1970年代から80年代にかけて作られているので、リノベしてリノベしてっていう感じですね。うわ、すっごいな、ここ。あ、火事だ。丸焼けでしたね、今。丸焼けの家見た。うわー、わー。はい、こちらがロイヤルポインシアナドライブでございます。ここからね、この辺りだんだん標高下がっていくと本当暑いんですよ。前この辺りの家なんか40万ドルとか50万ドルとかだったんですけどね。前って言ってもほんの 3,4 年前ですよ、ね、今はもうびっくりするような値段になっちゃって。もう、はい、今日はね、この後、今もうこれ降りてって、ホルアロアベイビラと、それからアリーラにちょっと見に行こうかなと思ってございます。あの天気がね、これだとあの光の関係がなんかやっぱりね、入ってこないし、あのたださっきね、撮影しながら思ったのは、なんかこう実力が出るかなっていう家の実力、あるいはこうなんて言うんでしょう、こうすっぴんのこうね、元の素材の美しさというか、景色に騙されない。でもね、ビュー大事なんですよね。ビューとロケーション、ほら、変えられないですから。変えられないのはビューとロケーションですよね。そこ、ここの突き当たりの、あと、うるさくてごめんなさいね、粉なる、ここもまだ、売ってます、オーシャンフロントで、小さなコンプレックスで、ここいいですよ、すごいいいですよ、中もラグジュアリーで、ちょっと貼っとこうかな、リンクを貼ろうかな。ブライアンがやってんだよね。私がね、見たいのはね、ここなんですよね。止められるかな。ちょっと見てみます。
ちらでございます。ボルワロアベイビラでございます。お疲れ様でした。ここで向かいは、ポケシャックやってないよね、もうクローズかな、バリカイバニアンのところでございます。今ね、あのホロワロアベイビラが思ったよりもものすごく素敵にリノベされていて、ね、ちょっと驚きました。ちょっとね、ここやってんのかな、車止められるかな、ちょっと行ってみます。ものすごいオーシャンフロントです。ちょっと見に行きましょう。